1マイルの興奮が極東にもやってまいりました。ワールドブリーダーズカップマイル、いよいよスタートです。さあ飛び出した12頭、まずまず揃って飛び出しました。注目の先行争いでありますが、花を切ったのは2番ムーンファティール、チャオキャップがかわしていきました。その後ろ5馬身くらいあって10番ソビエトスター、そしてそのうちにドーンアプローチ、4番ポエッツボイス、そして6番手にキャンボードクリフスであります。それからロックオブジブラルタル、そしてその後ろから7番パットトリック、差が開いて9番フェアリーキングプローン、そのうちからは5番エレクトロニックユニコーン、それから足毛の馬体マスターステイであります。一番後ろに1番イラブチャー、注目のチャオキャップ、語り継ぎたい強さがこの馬にはあります。大歓声が上がる極東競馬場、最速馬はどの馬か。先頭行く赤い帽子はチャオキャップ、外から懸命にムータティール、3番チャオキャップがまだ粘っている。さあ先頭はチャオキャップが大きくリード、2番手に外からはムータティール、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。チャオキャップ先頭、ムチが飛んでいる、ムータティール先頭、ルメールとチャオキャップ、一番内チャオキャップが粘っている。マスターステイ懸命に追ったチャオキャップ、やったやった、 SWBC への夢が広がる。